レース多摩川ボートボーイカップ最終日はいよいよラストカード、女子の優勝戦12レースが発走されています。さあベスト6強は1号艇が弘中千佐江、2号艇中谷智子、3号艇水口由紀、4号艇向井美鈴、5号艇土屋千秋、6号艇大滝飛鳥、以上の6選手です。枠なりで進む待機行動です。さあまず1コースには本命東京支部の1号艇弘中千佐江が進んでいます。ここまで闘争心十分といった攻めのレースを見せまして、この高額を見事つかみ取っています。そして2コースにオッズ注目どころ、2号艇中谷智子です。ただいま2節連続優勝中、なるか今年 V6 です。3コースにはさばき冷静な3号艇水口由紀と向かっています。その後方で待機しているのが約6年ぶりの優勝なるかで4号艇の向井美鈴です。後方へと今船を引いていきました。あとは5コース、今年5月に自身初 V、 さらなる飛躍へ燃えています5号艇土屋千秋5コース、そして6コースは6号艇の大滝飛鳥とスタンバイに入っていきます。持ち前の安定感で大外枠ですが、見せ場作れるでしょうかこの大滝です。枠なり進入で体型3対3、12レースは女子の優勝戦です。コース内から1、2、3、そして4、5、6です。12レースのスタートですが、熱いスタートになってしまいました。ただいまスタートは判定中、お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちになっていてください。ただいまスタートは判定中、投票券は大切にお持ちになっていてください。早いスタートが出てしまった模様です。お知らせです。ただいまのスタートは3番の水口と6番の大滝、いずれもフライング変換欠場となっています。このスタート3番と6番いずれもフライング変換欠場となっています。投票権は大切にお持ちになっていてください。先頭は本命の1番弘中、これを追って2番タラス、4番向井か、あるいは2番の中谷かとなっています。さあその接戦4号艇向井が旋回していく中、2番の中谷がインサイドを攻め込みにかかりましてバックストレッチ、まだまだ続いております。2番タラスを追っていきましては5番の土屋がただいま最後方4番手となっています。続く接戦2マークに入りますが、徐々に2番中谷のペースか、4番の向井差し込みに行きますが、ホームストレッチ2号手の中谷が前へ出てまいりました。さあ最終周回に入っていきます。この12レース先頭から1番弘中、2番中谷、4番向井の順となっています。最後方が5番の土屋です。なお繰り返しになりますが、このレースは3番水口と6番大滝いずれもフライングによる変換欠場となっています。投票権は大切にお持ちください。2号艇中谷なんとか刺して迫りたかった4番向井も大きく差が広がっております。ばらけての1番2番4番の順となっています。自身4度目の優勝へ向かっていくのは東京支部弘中、多摩川初 V へと向かっております。最終コーナートップターン、その弘中本命人気に応えて間もなくゴールです。ゴール順は1番弘中優勝、2番中谷、4番向井でゴールイン、最後に5番がゴールイン。以上第12レース女子優勝戦、このレース3番水口、6番大滝いずれもフライング変換欠場です。